E.MU エミュレータとは、米国 E.MU システムズ社が1981年から発売されていたサンプラーである。1980年当時、サンプラーは、ミュージックワークステーションの一つであるシンクラビアとフェアライト CMI に内蔵されていた。しかし、どちらも非常に高価な上、巨大なためほぼ会社や音楽スタジオ専用であった。1981年、E.MU は、 サンプラー昨日だけに限定したエミュレーターを販売した。約300万円くらいだが、前の2つよりも圧倒的に安く、操作も簡単な上に持ち運びやすかった。さらに、フロッピーディスクで簡単にサンプルが手に入ったため、業界からの指示を得た。しかし一般人にはまだ手の届かない値段であった。エミュレーター、i エミュレーター1981年に発売された最初のモデル。 生産時期により機能にばらつきがあり、初期型にはフィルタやビシミデが内蔵されていなかった。分解能8ビット、サンプリング周波数は 27kHz。サンプリングタイム約2秒で、メモリー容量は 128kB。ロアー、アッパー各バンク1音ずつサンプリング、またはフロッピーディスクからサンプルをロードして使用する。49件。後期型になると、 ホイール右のスペースにシーケンサーが内蔵され、E ミュージョン製で CV、ゲートインターフェースや JAL クーパーから、アザーエンベローブジェネレーターと低音、高音バンク用の微 c を後付けする改造を、ジェンモッドや RS-232C 端子へ接続するミディ端子キット等周辺機器が発売された。現在では B インストルメンツよりエミュレーション1として、 ソフトウェア音源化されている。エミュレータのサンプリングオペレーション動画 https://www.youtube.com スラッシュオッチ、v=zot86zax エミュレータ2、エンヤレイター1984年に発売された、最もメジャーなモデル。エミュレータとは違い、パネル部分が広くなっている。機能の面でも進化しており、 フィルターやエンベロープが最初から付いており、エレフォーも付いている。サンプリング周波数は、エミュレータと同じ。メモリー容量は 512KB。61件。エンヤレイターブエミュレータ31988年に発売されたモデル。本体の色が、青色系からグレーに変更。フロントパネル右に6個のボタンが配置されており、ボタンを押すと、 モジュールを呼び出して必要な作業を行うというスタイル。サンプリング周波数を録音時には 44.1kHz と 31kHz からサンプリング後では7から 50kHz と選べるようになった。メモリー容量は 4MB。61件キーボードの他ラックマウント版が存在する。A、e、発音数1ボイスごとに D、A コンバータとアナログフィルターを備えており、 おシれーた部分の後段は完全にアナログサーキットで構成されている。i b o x プエンアレイター部をデジタル化したラックマウントモデル。主な機能はエンアレイター部と変わらないがメモリー容量が 8MB でありアナログ入力が省略されデジタル入出力ポートに変更されているなどの違いがある。エンアレイターブ1 9 9 6年に発売されたモデル。エンヤレター E64 は発音数1ボイスごとに D-A コンバータが搭載されている。その後登場した E6400 と E4X では簡略化された。また 16MB のサウンドロムを搭載したエシンスというモデルも発売されている。iBoxP と同じラックマウントモデルであるが e 4 k ロというキーボードモデルも発売された。メモリー容量は 128MB。 後年内部を新設計した E4 ウルトラシリーズにアップデートされた。E4 ウルトラではキーボードモデルが廃止されて、ラックマウントモジュールのみとなるほか、プロテウス2000シリーズのロムを焼く機能などが追加された。シンクラビアとフェアライト CMI はどちらも約1000万円以上した。AB ボリューム 153E ミューエミュレータ、普及型サンプリングマシン。 九百八十一年頃、二千十八年六月二十八日閲覧。ボリューム百五十四、e ミューエミュレータツー八十年代中期を代表する世界的サンプラー。九百八十四年。二千十八年六月二十八日閲覧。ボリューム百五十五、e ミューエミュレータス3エミュレーターシリーズの三代目。九百八十八年頃。 2018年6月28日閲覧ヴィンテージシンスエクスプローラー2018年6月29日閲覧ありがとうございます